もう一回改めて提案するが、この4人でユニットを組まないか？ではもう一回言わせていただきます。お断りです。私もいきなりのことで困惑しているけど、そうも嫌われるとショックを隠せぬのだ。コメントは盛り上がっているが、この温度差、計算通り視聴者は期待しているのにな。どうしたものか。ぐぬぬぬぬ、訳を話してもらわないと納得できませんぞ。何か失礼なことでもしましたかな。返事なし。ぐぬ、嫌われたもんですな。ぐぬぬが止まりませんぞ。ぐぬぬぬ。違う、嫌ってなんかない。ココアはね、ミチル、あなたに勝ちたかったんだ。ぐぬ、ちょっとハヤテ。ライバルとして、同じ世代として超えるべき壁。ココアはミチルのことをそう認識していた。実力を認めてるからこそなんだ。分かってほしい。ユニットを組んだら倒せないじゃない。なるほど、そういうこと。分かったのだ。ならば良きライバルとしてこれからも。ダメだな。なぬぬ、この4人でやるのが最適なんだ。ですから申し訳ありませんが、同じユニット内でもライバル関係なんていくらでもあるだろう。この4人でユニットを組むべきなんだ。頑固だね。どうしてそんなに。わからんか。こうなったら実力行使だな。何を？歌い出しましたぞ。私たちの曲をアカペラで。この歌声、心に響く。ルミナ、やっぱりずば抜けた歌唱力だ。うん、貝原ミチル、何を。思わず反応してしまいましたぞ。ミートはこんな感じですかな。バッチリハマってる。天性のリズム感、即興とは思えない。ココア、これは。負けてられない。私たちの曲なんだから合わせるわよ。素直じゃないね。お、急にコラボし始めた。これ完全に即興か。その割にはバッチリ揃ってるのです。エルジーもやらせを疑うのです。いいこと思いついた。オープニングアクト、こいつらにしちゃおうぜ。ソフィアも困ってるみたいだし、いいだろ。そんな適当なこと言わないでくださいよ。ネオもまんざらでもなさそうじゃん。ネオ様が10秒以上見続けるなんて世界記録なのです。よろしいのですか、ネオ様。こんなどこの馬の骨とも知れぬユニットを。好きになさい。はい。あの声。